銀行という、この言葉を私は大変大切にしています。一般的にファッションというと、銀行とかという言葉がすぐ出てます。流行り、流儀、服飾。本当はもうちょっと1枚で大きく拡大されますと、後ろの方に多分やすいと思いますが、すみません。黄色い文字の銀行という言葉を私は大変大切にしています。だから語源ですね。ファッションがどういう言葉から出てまいりましたかと言いますと、ファクティオというラテン語から出てまいりました。でこのファクティオという ラテン語の言葉の意味は、創造、新しいものを作るという創造、それから創作というですね、そして作ることなどという、そういう意味がございます。いずれにしても、もともとのラテン語のファクティオの言葉の中に、何かものを作る、新しいものを作り上げる、そういう意味があります。これが現在のファッションという言葉に発展してまいったわけです。で、写真が貼ってありますが、これはクリスチャン・ディオールの1950年代の現在のモード、ファッションのルーツといってもいいぐらいに、記念碑的な、歴史的な、これはデザインなんです。1950年代に戦後、ファッションが少しずつ生まれまして、パリはその中心的に動いてまいりましたが、クリスチャン・ディオールのこのニュールックという、ウエストをキュッと整えましてですね、スカートがふんわりとこうフレアが入った。もうこれはある意味で流行を超えている。それほどのその当時50年代の作品ですが、今でも美しいというふうに認められているものですね。